頂き女子リリちゃんから詐欺マニュアルを購入して実践したパパ活女子たちも、全国規模の詐欺グループとして逮捕される可能性がネットで話題。内容はこちら。頂き女子リリちゃんが逮捕され、詐欺マニュアルを購入したパパ活女子たちも逮捕される可能性があるようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。パパ活をする女性に男性から金銭を騙し取るマニュアルを販売したとして、愛知県警は23日、住所不定、自称風俗店店員の渡辺舞容疑者、25を詐欺幇助の疑いで逮捕し、発表した。間違いない。詐欺になることも分かっていた、と容疑を認めているという。渡辺容疑者は SNS などで、頂き女子リリちゃんとして活動していた。中署によると、渡辺容疑者は昨年6月、名古屋市中区の女、20、詐欺罪で起訴に対し、恋愛感情を利用して、男性から現金を騙し取るためのマニュアルを販売するなどして、愛知県内に住む男性2人から、現金計1065万円を騙し取る詐欺行為を手助けした疑いがある。マニュアルは、頂き女子の参考書、お金をいただくための設定と極秘会話法などの題名で、ターゲットの男性を王子と呼び、墓地にお金出すよと言っていただくまでの流れを紹介。小さい頃から親と仲良くなかったといった設定を事前に作って同情させた上で、体調が悪くて仕事に出られず、支払いを滞納していると嘘をつき、現金を騙し取る方法が記載されていた。県警によると、これまでに少なくとも数十人がマニュアルを購入していたという。また、渡辺容疑者自身も同様の手口で男性から金銭を騙し取っていた疑いがあるとみて調べる。そして、頂き女子リリちゃんから詐欺マニュアルを購入したパパ活女子たちの末路は、こうなるかもしれないようです。パキちゃん。頂き女子してて逮捕された経験あるフォロワーさんからいただいたので、共有だよ。数年前に風俗のお客さんに頂きして逮捕されました。全国ニュースになったので、記憶にある人もいると思います。詐欺の時効は7年とバキちゃんのツイートにありましたが、実際は被害者が騙されたという事実に気がついてから3年、気がつかなかった場合は時効成立まで20年かかります。20年間ずっと、いつ逮捕されるか、訴えられるかという爆弾を抱えて生活するのは辛いです。借金がある、学費が払えない、これでお金を受け取るのは、嘘であれば全て詐欺です。頂き女子リリちゃんからマニュアル買った人たちへ。数年前、頂き女子して、墓地に詐欺被害出されて逮捕されたよ。そして、懲役刑くらって、1年半刑務所行ったよ。初犯だったけど、一人の王子に500万くらいもらったのと、結婚を匂わせてたのがダメだったよ。墓地は借金してまで私に貢いでたのに、私のお金の使い道が、ホストとブランド品買い漁ってたのが悪質だと裁判で言われたよ。逮捕のきっかけは一人の王子だったけど、取り調べの過程で他の王子もバレて、その王子たちも騙されてた、ってなって被害届出して再逮捕、追起訴もされたよ。被害額全額返金してたら執行猶予ついたかもしれないけど、返せなかったから実刑食らったんだと思うよ。そして、出所したら被害者から民事訴訟を起こされて、この先何年も借金地獄だよ。偽名使ったり、嘘の経歴言うだけなら詐欺にはならないけど、そこから嘘の話で相手からお金をもらうのは詐欺罪になるから、大人なしのパパ活してる子たちは気をつけるよ。身に覚えがある子は、マジで今すぐやめて、弁護士に相談するよ。そして、墓地に謝罪して、返金の意思伝えるよ。返す気持ち表して、ちょっとでも返したら実刑は逃れられると思うよ。拘禁生活は本当に辛いよ。親子関係、友人関係全部壊れるよ。詐欺罪は非申告罪だから、被害届必要ないよ。警察や検察が調査して立証できる可能性があれば、被害届けなくても起訴できるよ。今回は特に、リリちゃん筆頭にマニュアルを買って、実際に頂きをしてた子たちが何人もいるようだから、社会的影響も大きいし、詐欺グループや特殊詐欺と同等とみなされる可能性もあるよ。詐欺グループや特殊詐欺と同等とみなされる可能性。自業自得です。そもそも肉体関係を伴うパパ活も、売春であり犯罪ですからね。では次に、
ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。すごい長文なのに全部読めるくらい名文言。そして商材売ってる人も逮捕されちゃったから買って実践してる人いたら大変だよ。ネットというか世間全般でおっさんをバカにする風潮あるけど、だからって何しても良いわけじゃないんだよな。当たり前の話なんだけど、こいつ自分が詐欺師してるって自覚すらないだろ。結婚詐欺と変わらんからな。そりゃ捕まる。この実質遠行、いつまで政府扱いされてんの。いただき女子さん涙目。パパ活女子たちのやっていることは普通に売春行為であり詐欺罪ですからね。違法なパパ活は全て逮捕されるべきです。次はこちら。因果応報だよ。パパ活もいい加減取り締まるべきだよ。 PG はもちろんパパもだよ。もっと本腰入れて摘発してほしいよ。パパ活とかふんわりしたワードをやめてほしいよ。詐欺行為と脱税を許すなよ。語尾に言うとかつけてふざけてないで徹底的に追い詰めてほしい。なぜかメディアが売春ではなくパパ活と報じ、あたかも犯罪ではないかのように報道しますからね。肉体関係を伴うパパ活は売春であり犯罪です。次はこちら。こういうほとんどの元凶がホスト依存なのが気になる。何してでもホストに貢ぎたくなるっていうその魅力は何なんだ。貢ぎ競争か何かやってる。パパ活とかいただき女子とか増えすぎてるし、生前贈与の罪をもっと重くするべきじゃね。税金上げる前に脱税してるやつを取り締まるべき。梅毒ばらまくだけでも害獣なのに詐欺も強烈だな。おまけに脱税してるだろうし、逮捕と返済に加えてちゃんと納税もさせるべき。どんどん摘発し、脱税者に対し多額の追徴課税を課すべきですね。最後はこちら。自分の子供が中高生になるまでには廃れててほしい。いただき女子だの P 活だのホストだのファッション感覚で流行らせるものじゃない。被害届なしでも起訴されるのは知らなかった。もうパパ活引退して幸せな結婚してたとしても時効成立の20年間は安心はできないってことだな。悪いことはできないね。素晴らしい経験をしておられますね。自業自得です。心当たりある方は震えて待ちましょう。さて何人捕まるやら。恐ろしい数の逮捕者が出そうですね。まあ自業自得ですが。結論。今回いただき女子リリちゃんから詐欺マニュアルを購入して実践したパパ活女子たちは全く詐欺をしている自覚はなかったのかもしれません。それはメディアの責任でもあると思います。何せメディアはなぜかパパ活をそこまで大きく問題視しません。その結果多くの女性たちのパパ活に対する抵抗感が薄れてしまい、肉体関係を伴うパパ活が当たり前のように横行している惨状があります。そもそも肉体関係を伴うパパ活は普通に売春行為であり犯罪ですからね。メディアが売春をパパ活といったふんわりとしたワードで報道していることにも大きな問題があると思います。今回のいただき女子リリちゃんの詐欺マニュアル事件に関してもメディアがパパ活の危険性をもっと問題視し注意喚起を促していれば詐欺マニュアルを購入しなかった女性も多くいたのではないでしょうか。とにかく詐欺マニュアルを購入し実践したパパ活女子たちは覚悟しておいた方がいいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたらチャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。